今日はですね、いつもより1時間ちょっと早いということで、うん、5時スタートということですので、はい、下ネタ禁止となってます。マジですか？そうです。まあね、5時スタートということでね、早い時間に終わってもらいただきありがとうございます。そしてね、ライブの方も来ていただいて、はい、ありがとうございます。今日はですね、1時間くらいですかね、ライブ1時間くらいライブとなっております。はい、まあ、久々に今日、まあ、エンジェルナンバーはね、結構ライブこう出てたんですけど、ミルキーウェイで出るのは、久々ということですので、はい、その辺もぜひね、楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。ありがとうございます。本日のライブの説明いきましょうかね。はい、はい、本日のライブはですね、1時間ぐらいのライブとなっています。ライブ終了後には交流会の撮影会ございます。今日は30分間行います。あちらの A スタジオで女性出演者、こちらの B スタジオで男性出演者行います。で、交流会の撮影会終了後には、ツーショットチェキございます。好きな演者、好きなユニットと1枚600円で撮れますので、ぜひね、今日の記念に1枚撮っていただければなと思います。はい、そしてライブ中の注意事項なんですが、まずはですね、こちら、椅子がね、ちょっともう間隔が空いておりますので、こちらの椅子の間隔で、お楽しみいただくようにお願いします。そうですね。座席リードの方はちょっとご遠慮いただいております。そして観覧中もですね、マスクの方を着用していただきまして、あとね、ライブといえばちょっとね、コールとかね、はい、あるんですけれども、そちらの方もね、ちょっと、お控えいただいて、手拍子とかね、体を使って、早速していただいてありがとうございます、パチッとね。体を使って、メイクのその癖はすごいけどね、体の使い方の癖はね。まあ、小島優勝みたいな。ちょっと照れてんじゃないよ、それで。ちょっと照れてんじゃないよ。今ね、その体をね、使って、一緒に楽しんでいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さて、交流会とね、ツーショット時期の方もちょっと注意事項ございますので、はい、じゃあ、レイ君。行けますか。はい、行きましょう。はい、まあ、交流開始です。まず出演者へのお騒ぎが禁止になります。はい、そして出演者を含めての携帯でのツーショットもね、禁止をさせていただいてます。はい、でそしてライブ終了後の出待ちが禁止となっています。はい、これはまあいつも通りですね。そうですね。はい、はい、そして、まあ、今回の対策としまして、はい、ツーショットチェキの際には、間隔を大体1メートルほど空けていただく、はい、ちょうど近いですよ。そうですかね。まあ、大体これぐらいの距離感ですね。まあ、縦でもあったり横でもあったりどちらでもいいんですけども、はい、まあ、ちょっと間隔を持ってね、はい、遠近法っていうものをうまく使って一緒に撮っていきたいなというふうに思います。はい、はい、そして、まあ、前回のライブでもさせていただいたんですけども、はい、向かい合わせですね。この状況は、ね、ちょっと下げましょうということで、はいはい、この2つですね。はい、そうですね。はい、守っていただいて一緒に楽しいライブにしていきたいなというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。今のが通称とチェキのね、そうですね、注意事項で、交流会中はですね、まあ、マスクの着用をしていただくのも、ね、お願いします。まあ、出演者の方もしますので、うん、はい、お互いの方ね、はい、対策し合ってですね、楽しい時間を皆様と、作れればなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。お願いします。それでは、はい、スタートいきますか。はい、スタートコール行きましょう。行きましょう。レイクお願いします。あ、いいですか。お願いします。なんかちょっと久しぶりだとぎこちない感じがしますね。いいよ、さっきの体を使ったやつでやっていいよ、全然いいですか。うん、滑ると思うけど。滑ってるもんだと思う。滑らせて行きましょう。行きましょう。スタジオライブボリューム186スタート。拍手行きましょう。拍手。はい、そのまま僕が歌います。私もマシャンです。